さあさあさあ、まだ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 頑張れ頑張れ。さあ、まだ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 。さあ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 。かわいい。よしよ、頑張った。さあ、えらいや、えらいや。あいちゃん、もう一回やってみる。座ろうか。そうです。何その持ち方。座って。そう。まだよ、まだ。まだ。まだ、そう。はい、そうそうそう、はい、はい、はい、そう、はい、はい、はい、違う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 、何してんの、あそこがいいの、はい、座って、座って、座って、違うね、座って、そう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 、はい、違う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 、太鼓持たれない、ちょっと待って、その持ち方なんですか、はい、そう、はい、そう、はい、そうそう、はい、はい、はい、そう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 、はい、そうそうそう、ちょ、怒られるよ、さすがに、そうです、優しく持って、はいはい、そう、はい、そう、はいはい、かわいいですさあどうぞ、猿回し間もなくスタートです、お猿さん移動いたします、はい、こう、まだ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 、まだよ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 、はい、そう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 、偉いねー、まだよ、ありがとうございます、完璧です、さあ遠くにいらっしゃいますお客様も間もなく猿回しスタートです、どうぞ10分程度の公演ですので、ググッとお近くお越しください、間もなく約10分間の公演スタートになります、大向こうか、そうです、さあそれでは頑張っていきましょう、ありがとうございます、お越しいただきまして、さあまずはちょっとショーを始める前に準備運動からしたいなと思います、よかった、ママ来てくれた、前向こうか、前向くよ、そうです、さあ準備運動はお猿さんが一番最初に覚えた芸からまずはご覧いただきます、ありがとうね、元気いっぱいやね、さあ技やな、すごいなって気づいていただけましたら即拍手、ぜひよろしくお願いします、今来てくださった方もナイスタイミングです、これからスタートです、まだですよ、そうです、それでは行きましょう、立って、そうや、行きます、お猿さんが一番最初に覚えた技です、お願いします、そう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 、頑張って、遠くの方もよかったらぜひ近く来てくださいね、さあ、頑張ってよ、近いよ、足とね、一つ目の技すでに始まっております気づいていただけましたか、何をしているか、 ありがとうございます、拍手もいただきました、ありがとうございます、多分ほとんどの方が一瞬頭にハテナが浮かんだと思いますので、ちょっと正解発表をさせてください、なるほどって
思っていただけましたら、皆様揃えて大きな拍手、今来てくださった方も雰囲気に合わせて大きな拍手をぜひよろしくお願いします。さあそれではいきましょう。愛ちゃんが一番最初に覚えた技は2本の足で立って歩く二足歩行でございます。ありがとう、ありがとうございます。そうです、もうめっちゃ普通に歩いてるんですけれども、当たり前のことではございません。もともとはありがとう、めっちゃ感動してくれてるんでありがとう。もともとはお猿さん、ワンちゃんや猫ちゃんと同じ四足歩行です。こうやって立って歩けるようになるまでで1ヶ月間すごくたくさんたくさん練習してきました。はしょらないで、そっちはしょらない、端っこまでちゃんと行って。そうですね。ありがとうございます。で、公演中も頑張ってるなと思って応援いただけたらなと思います。さあ、あと半周歩きましょう。はしょらないよ、そっちはしょらないよ。そうです、お利口さんやね、真ん中いいやし、そう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 、お利口さんやな。そうです、ありがとうございます。もう皆さんも褒め役完璧です。そういう感じでお願いいたします。それでは始める前に注意事項のお伝えです。注意事項2つだけです。めっちゃ可愛い顔しておりますが、残念なことに触ることはできません。大丈夫だと思います。舞台より上には上がらないように、こちらよろしくお願いいたします。さあ、そして愛ちゃん、そうですよ、公演中のお写真撮影、動画撮影撮り放題となっております。ぜひいっぱい撮っていっていただけたらなと思います。いける、頑張る、頑張る、よっしゃ、本人も頑張る言ってますので楽しみにしていてください。それではご挨拶です。今日頑張ります。お猿さんは今3歳の女の子です。お名前愛ちゃんと言います。3歳、最近ねぐっと冷え込みまして、彼女はただいま恋する季節を迎えております。そうなんです、目と目があって見つめ合っちゃいますと、あ、私のこと好きなんやって勘違いしまして、抱きつきに行く可能性がございます。どうか見られてるなと思ったらそっとそらしてあげてください。はい、最近失恋続きで若干心に傷ができておりますので、な悲しいねんな。はい、頑張るな。よし、そうです。さあ、それでは頑張りましょう。前を向いてじっとすること練習中です。3歳の愛ちゃん、そして私ゆか、コンビ愛の手でお付き合いいただきます。業界初手話を取り入れた猿回しに挑戦中です。お互いにまだまだ勉強中ではありますが、一生懸命頑張ります。前向くよ。そうです、どうぞ皆様温かい拍手での応援をよろしくお願いいたします。やめないで、そう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 、立って、そう、ありがとうございます。それでは行きましょう。まず一つ目は愛ちゃんの一番得意芸をご覧いただきます。お姉ちゃんやったことあるかな。こちら行きましょう。ありがとうございます。出しただけですごくいいリアクションをいただきました。愛ちゃんサイズの竹馬ご覧いただきます。可愛いポイントがありまして、足元どうかねご注目ください。私たちと乗り方が違います。行きましょう。はい。そうなんです。見えた、お姉ちゃん。見えるかな。遠くの方も見えますか。乗ってるんじゃないんです、思いっきり掴んでるんです。何があっても絶対に離しません。ちなみになんですけど、持ち上げても大丈夫なんです。そうなんですよ、お猿さん足の裏と手のひらが同じ形しておりますので、こうやってしっかりと持つことができます。さあ、ただ行きましょう。歩けて初めて成功の技です。自分の力でしっかりと歩きます。そう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 、今日はかなり調子がいいです。だいぶゆっくりなんですけれども、それだけ安定しております。こうやって乗って歩けるようになるまでで、愛ちゃん3ヶ月間めっちゃ練習してきました。なのでもう最近ではとっておきの自慢があります。一回こうやって歩き始めたら、何があってもです、絶対にこけません。これほんまにすごいんです。いや、こけてる、今日一で受けたよ。失礼いたしました。ありがとうございます。以上、唯一のネタをご覧いただきました。愛ちゃんもめっちゃ喜んでます。よかったね、よかったよかった。さあ、でもですね、竹馬芸、食べないで竹馬。そうです、
乗って歩いてこける、これだけでは今日は終わりません。さらに行きます。道具を増やします。なんと竹馬に乗ったまま、よいしょっと反対からももう一回行きます。頑張れ、はい、よいしょっと、そう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 、よいしょっとありがとうございます。まいちゃんと向こう、あです。さあ今日はちまちまやりません、一気に数増やします。3つ、連続で飛び越えます。数が増えました。難しさもちろん3倍です。愛ちゃん、竹馬食べないでよ。さあで、いこう、行きます。リズムが大事。まだやで、まだやで、そう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 、行きまして、そうや、せーの、はい、1、2、3、よし、そう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 、えらいえらい、よく待ってくれました。そうやそうや、えらいね、泣かないよ嬉しいね、頑張ったね。さあ今日は愛ちゃんかなり調子がいいので、うん、ありがとう、お姉ちゃんのその応援もすごく嬉しいので、ちょっと今日は特別バージョンでいきます。もう一段階ちょっと難しいことに挑戦します。いけるかな、愛ちゃん、愛ちゃんしっかり前向いてますわ、ちゃんと、そう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 、高さ倍です。もちろん先ほどと同じ竹馬に乗ったままで飛び越えます。ちょっとでも当たったり竹馬離してしまったら失敗です。自信持って、そうです、偉いね、自らスタンバイしております。さあ行きましょう、もちろん狙うは一発成功、決まった時は大きな拍手で褒めたってください。やればできると、よしよしよし、頑張りました、そう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 、やありがとうございます。さらに行きましょう、かっこよく、はい、そうです、竹馬ハードルご覧いただきました、決まった、よしよしよ、頑張ったお利口さん、今日かなり本当にかなり調子がいいです。そうですね、さあそれではお待たせいたしました、一番見ていただきたい大技に移っていきます。大きな階段を使います。はい、ちょっと、ありがとう、マリコさん、えらいね、来ますよ、なんでなん、どんなにした、座って、そう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 、はい、そうですね、マリコさん前向くよ、ちゃんとちゃんと、そうそうそう、最後の技、挑戦する前に少し大切なお話をさせてください。まずはここまで頑張った愛ちゃんに皆様からもう一度大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。私たちこうして手話を取り入れた公演に挑戦をしておりますが、私がその手話と出会ったのは小学生の時です。耳の聞こえない友達から教えてもらった大切な手話を生かして、愛ちゃんと一緒にどんな人でも楽しめるショーを目指して頑張っていきたいなと思っております。さあそして皆様が本当にそれぞれのタイミングでこうして足を止めていただき、ご覧いただいております猿回し、千年の歴史がある日本の伝統芸能の一つです。これからも愛ちゃんと一緒の糸抜かないでよ、まだですよ、これからも愛ちゃんと一緒にお伝えしていくためには、皆様からの本当に温かい拍手というお力、そしてもう一つご理解のあるご祝儀によっていつも支えられております。前向こうか、そうです、さあ今日は私たち天皇誕生日に初めて一緒に公演できるということで、ちょっと張り切りまして、一番大きなカゴをご準備をさせていただきました。笑っていただけてよかったです。最後
この技を無事に成功しましたら、勇気を出してカゴを前に置かせていただきます。ぜひその時に、愛ちゃんよう頑張っとったよ、これからも頑張りやって思っていただきました。優しいお気持ち、できれば折りたたんでご評価いただけますと私たち2人の励みになります。そうです、最後頑張ろう。そう、えらい声立つ。そうです、そう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 、えらいね。そうです、最後まで愛ちゃんと一緒に全力で頑張ります。どうぞ引き続き温かい拍手での応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうです、今来てくださった方もありがとうございます。一番見ていただきたいメインの大技です。お手手下ろして爪のテイラーと、そう、それではご覧ください。発想飛び、端っこ、そうです、飛んだ後の着地にご注目ください。そうです、逆立ちです。よし、そう、リコさんやね、反対からももう一回いきます。頑張れ。そうですね、反対からも上まで登ります。そうそうそう、頑張れ。そうやりてるよ、よし、よく頑張りました、褒めてあげてください。そう、最高、そう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 、よく頑張った、ありがとうございます。次がいよいよ最後です。今愛ちゃんの飛べる最大の距離に挑戦します。間の距離を一気に広げます。前向いて、そう、最後はこの距離です。条件変えません。飛んだ後は逆立ち着地で成功です。足がついてしまったら失敗です。頑張れ、ちょっと待って、そう、ギリギリまで助走取っていいよ。おい、一番時間をかけて練習頑張ってきました。どうかできると信じて応援お願いいたします。もうや、大丈夫、そう、偉い子だね。今度こそ絶対できるよ、諦めない。よし、よく頑張りました。そうや、よく頑張った、上まで、そう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 、よし、よく頑張りました。大きな拍手をお願いいたします。よー、ありがとうございます。最後しっかりとご挨拶をさせてください。これからも愛ちゃんと一緒に手話を取り入れた猿回し頑張っていきます。ほんまに寒い中、最後までの応援をありがとうございました。ありがとうございます、最後まで本当にありがとうございました。さあ、それでは勇気を出しまして、カゴを前に置かせていただきたいなと思います。ぜひご評価のご準備よろしくお願いいたします。そして、お写真撮り逃しちゃったよってお客様は、ぜひ愛ちゃんしばらくお見送りをさせていただきます。お写真たくさん撮っていってください。お姉ちゃんからもありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の方やったのにありがとうございます。ありがとう、ありがとう、はい。
ありがとうございます。金ピカ金メダル。